中井くんです、現在トルコは断食月の最中です。ラマザン愛と言います。で、まあ、断食ね、太陽が出てる間、お水も飲まないしタバコも吸わないし、まあ、ご飯も食べない、唾も飲まない、薬も飲まないんですけども、これは強制ではなくて、その人が、まあ、やりたい方がねやるですね、まあ、自由です、そのあたりは。イフタルっていうのがちょうどこう夕方の日の沈む時間なんですけど、その時間に食事をとることができます。その日の、まあ、食事のスタートですね。今ブルサに来ていて、今日のブルサのイフタルの時間は19時50分です。今まだ10分前ぐらいでみんなで待っているところです。今日はねドネル屋さんに来ています。ラマザーアイのイフタルの場合ですね、このようなものがねテーブルに用意されていることがあります。これね、クルマ、これドライナツメヤシですね。これで始めるんですけども、まあ、朝、サウルって言われる、まあ、日が昇る時間の前ですね、食事ができる時間まで、まあ、食事して、その後、一切 の、 そのお水とかタバコとか飲食を断つんですけども、まあ、その日中の12時間以上ですね、空腹状態が続きますので、まずこのフルマを食べて、まあ、お腹の準備をするんですね。例えば今フルマ食べないで、まあね、今ちょっと高いので買えない場合は、例えばオリーブでも構いません。なければね別に何もなしでもいいんですけども、まあ、習慣としてこのフルマからスタートということらしいです。これにはね健康的な理由もあるので、まずスープが来ました。メルズメッキスープ、レンズ豆のポタージュです。お店の中も人がだんだんね集まってきて、混んできました。だいたいね予約をしてきます。そうしないと席がいっぱいでね、ちょうどこうイフタルの時間にスタートできない場合もあるので、まあ、確実には、予約をしてから席を取っておいてもらうのが一番です。今ねエザーンが、ね、読まれていて、で今みんなそれぞれね自分の中でお祈りをしています。それが終わるとお水を飲んで車を食べて食事がスタートです。メインはドネルケバブにヨーグルトが添えられたイスケンデルケバブです。バターとトマトソースがたっぷり、美味しそう。デザートはウルサのムスタファ・ケマルパシャに由来するケマルパシャ、小麦粉、チーズ、セモリナ粉で作ったケーキをシロップ漬けにした甘いお菓子です。ごちそうさまでした。約、ね、30分間ぐらいだったんですけども、もうすごいお腹いっぱいになりました。まあ、私はね断食してるわけじゃなくて、お昼もね食べて望んだわけなんですけども、とっても美味しかったです。で、まあ、今日これから皆さんこうちょっとホッとしてね、コーヒータイムとかタバコ吸う方はタバコタイムとかで、まあ、ちょっとゆっくりして、また夜ね寝る前にちょっと食べて、でまたサウルですね、2時半とか3時、もしくはまあ4時ぐらいギリギリまで、いいのかな、
なんかそのぐらいの時間までにまたご飯を食べて、また寝て、まあ、朝起きて、まあ、出勤したりとか、まあ、明日は、ね、日曜日お休みなので、またそのままゆっくり、ね、寝るってこともあるかと思います。こんな風にね、ラマザン月の夜は過ぎていきます。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。では次回お会いしましょう。さよなら。